いつも同級生ばっかだと、なんかもう慣れ合いみたいな感じで、成長が全然見られなかったので、なんかこういう偉大な先輩についに手を振ってしまい、引っかかっちゃいました。でもなんか森本先輩と組んだおかげで、なんかね、結構、
緊張感を持ってやれたというか、なんかいつも同級生だけではあんまりあこんな緊張感はなかったのかっていう、飛んでしまったっていう感じで、はい、結構自分的にもなんかいつもより練習をちゃんとできたのかなっていう感じがするので、聞いていただきありがとうございました。はい、ね、でもベースが本家のゴーゴーバニラズが本当にベースが上野の人で、ギターボーカルが舞鶴の人で、実はだから大分県のバンド、まあ東京で活動してるけど大分県、大分県がゆかりのバンドだから、まあそういう意味ではね、俺ら3人上野のあれだから、まあそういうやつです。今日もバンド多いんで、さっさと2曲目に入りましょう。I'm sorry.